こんにちは、こんばんは万門リーダーピンクのド泥娘、ミサ子こと鈴木ミサコです。はいコットンイエローのシーセ担当、ゆずぽんこと甘菜チーズです。メルヘングリーンのベース担当、三内こと、もちづきです。ちゅうわけで、今週はこんな3人でお送りしますうんうしよいしょよいしょ楽器楽器体やべえうるせえ <laughs> <laughs>、ね。特にね、今さっきうるさかったね、うちらね。美、うん。ミサコとゆずぽんは。はい。 うるさいですねコットンラビッツというユニットを結成しちゃってるんですよね,、はい、だね今回ねあのリリースしたあれでねあれでねリリそう「夏のオーバイブス」ではねこの私たちのユニット版もありましてそっちにはねうちらが作った曲が収録されているっていうそう、うん、そう何気にさ<う>バンモンメンバーの中でさ、うん、曲を作ったのって本初じゃないそううだよ、ね、多分テーマ作は一回やったけど、うん、もう 単体でね曲作りしたのはポンが初ですよ。はい。メロディーとかそういろいろ全部考えました。ああ考えちゃった。はい。じゃこだわったよね。うん。かなりこだわった。ちょっとミユチ。うん。ミユチたちのこだわりはどうなんですか。ミユチ、うん？ミユチたちユニットね。多い。ミユチはですね今日はいないですけどねあの。 しようとね。恋しょりんごさんとユニットを組みまして、うん、えっとユニット名前までね。黒髪ツインズとして2人でやってたんですけど、うん、今回ユニット名を変えまして、シュシュクリームというユニットになりました。うん、か,わいいかわいいですね。なんかね、ざっくりしようと話してたのは、うん、その晩晩としての塩見湯。 そまたちょっと違う人格であってもいいんじゃないかっていう。うね、そういうレベルで、あ,あの。違う世界観をね、お届けしようとね。なるほどね。頑張りましたね。なるほどね。<う><ー>私は声を大にして言いたいのは、そのシュシュクリームの。ジャケットを見てもらえれば、わかるんですけど、すごい可愛い衣装着てるんですけど。うん、それを、こいしおさんが作りましたという。あ、だって、さすがですよ、本当に、ね本当。めちゃめちゃ怖い。いたいめちゃめちゃ怖い。 うん。そうなんですよ。すごいんですよ。うちのメンバーは。何でもやっちゃうよ。何でもやっちゃうよ。何でもやっちゃう今もうアカペラで歌ってもいいよ。あ、どうヒーローだよ。あの、ゆずのその作曲のさ、メサコ作詞したわけじゃん。ヒーローズ。そう、ヒーローズうん、ヒーローズヒーロー1ヒーローズ。あの、どんな曲なのか、ほら、あの、これもしかしたらまだ聞いてない人いるかもしれないからさ、あの、アカペラで歌ってよ。 あ、で、あれ一個あるあそこのゾーン一個ある。ハモリっしょ。ハモリの、ハモリのとこ。一番、どっち。すげえぞ。一番。うん、歌詞なんだっけ。やばいじゃん。おい。おい。私の歌詞。ああ、だっけ。おい。宝の山じゃなくて。黄金、黄金。黄金、黄金ね、黄金ね。適当かよ。あ、じゃ、ポンが主戦だね。オッケー、オッケー。いくよ。一、二、三。はい。ああ、うご、うん、ちょっとさ。 おハモリ <laughs> その前から歌わないとわかんないから。夏の手浮きのように変わる。おうごう沈む海底。みたいなあなたの中に。眠ったヒーローの影。 れてたうん緊張した緊張しすぎてしゃくれてるんですけど。リーダー緊張した。チョキチンアンコみたいな顔してる。それではいきましょうへーのバンドじゃないものあこれでどうしたのしゃくれすぎて喋れないは私でいいのか。それではいきましょうバンドじゃないものオールナイトニッポンモバイルなんだもー 私たちアイドル界のミクストメディアバンドじゃないもんです,ですこの番組は人類モンスター化計画を実現するため私たちバンドじゃないもの,のメンバーがてっぺんを目指してあらゆることに挑戦していくウェブラジオですまずは今週はメール紹介しちゃいましょうぽんちゃんはい、行っちゃいますよはい。ラジオネームまるきさんからーメールが、ね、今週は届いておりますはい、読みます なかなか疲れが取れません。突然突然の疲労報告何かいいリフレッシュ方法はありますか本当にそのトーンかななかなか疲れが取れませんみたいな感じじゃないでポンが想像したのは。疲れが取れません。取れません。やっぱ。あのね、ポンね、リフレッシュ方法いろいろ最近ね、やってるんですよ。いろいろはい。教えてほしい、逆にね。やっぱね。 ポンのすべてを教えようみんなに。ポンのすべて家でね、まずお風呂入るじゃん。ゆっくり湯船使って、ああ、すっきりしたーってやったら、まずサロンパスを肩と腰に貼り付ける。ばあさんかなえ、サロンパスめちゃめちゃ効くんだよ。当に効くの。で、足には休息時間を4枚張りする。ああ、いいですね。そう。で、贅沢だな。キャンドルをつけて、 こ超癒しの空間を作り出して,てしパンちゃん白目になってるよ <laughs> 癒しの空間を作り出して <laughs> 最後蒸気でアイマスクで目に蓋して寝るあ<ー> <laughs> なるほどね道具に頼るというなんかもうリフレッシュ。 もののやつを全部駆使してうう、ね、物理的にリフレッシュしていただきたくて全面リフレッシュだ、はい、なるほどね<う>リフレッシュかなんかあれだねあの家い,いろんな匂いしそうなや <laughs> そうですね <laughs> そうだよねなんかキャンドルも香り付きだったらそういうアロマっぽい匂いしつ,つそうそう自分の肩からシーハーシーハーした匂いが足 <laughs> <laughs> からもアロマみたいな匂いが <laughs> すげえ部そうかなるほどね疲れはねもう取れるかもしんないマックスで取れないリフレッシュできるかはちょっとキャンドルしないキャンドルしないなんかあのあれだよねなんかそのサロンパスとかさ休息時間がさベッドの下からいっぱい出てきそうだ勝手にね剥がれてねベッドをね休息させてる時あるんだよね朝起きるとベッドは疲れてるでしょうからいつの間にか休んでるのそんな感じで私たちの実 質問などまたどんどん送ってください <laughs> はいメールアドレスは番問アットマークオールナイトニッポンドットコム PANMON アットマークオールナイトニッポンドットコムまでたくさんのメッセージ待ってますさて今週のコーナーはアメトーク風に始めたいと思います私たちは何のくくりでしょうか 私たちは楽器大好きアイドルですはははふーこれ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 ーこれこれはい,夏,い、ね、<laughs> 夏休み中、バイトしてお金を貯めて楽器を買う人もいるかもしれないです<ー>ねお<ー>うんうんそこで今週は私たちが大好きな 楽器について語りたいと思います。<ー>よいしょーこれは、ね、よいしよいしょ。楽器隊ならではのそうテーマですね。そうですよ。うんうん。ちょっとね、まあなんかなんだろうね、初めて練習した楽器はなんだったかなとか、はいうん、まあねバンド組んだのいつかなとか、バンドやってたことある人はね、うんうん、とかね自分の楽器を手にしたのいつかなとかねそういう話をしたいと思いますよ。<ー>はい。 いいじゃないですか、それ知りたい人いっぱいいると思うよ。ね、ちなみに。喋り方変だった。最近の話していい?。なになに。なんと。最近私楽器買ったんですよ。おお、ドラムじゃない。え。分かった、ポン。あ、分かった。あれでしょ手でパンポコ、パンポコやるやつでしょああ。当たってる。あれ、あの。当て、当てにいくよ。全画じゃなくて。カホン。うん。カホン、カホン。ええ、そう。カホン買ったの。 買買ったのか買ったたののかかあのね今はあの機材車に積み込まれてるけど使うから、うん、あっそ,<う>そう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 、ね、家で椅子にすればいいじゃんそれねあの <laughs> 1,000回ぐらい思ってねあのうちさあの部屋が狭い代わりに丈夫収納があるんだけど、うん、あのそこがねちょっと届かないのね <laughs> <laughs> 乗って届け。カにる <laughs> 行けんじゃないかなって思ったけどまだカホンが家にないから使う時に持っていくの大変じゃない結構まあね確かにねそうなんだけどねそれはあるけどねカホン素晴らしいからカホン持って電車に乗ってるミサコ結構見たいよ見あの座れなかった時カホンに座ってるかもしれないからね絶対座るでしょ絶対座るけどね絶対座るじゃん絶対ね揺れで横に倒れると思うミサコは支えようとするとトコトンっていうジャリッジャリッて出る いやそう最近ずっと家本買ったんでずっと言ってたもんねそう欲しいなとは言っていてやっとやっと買いましたいいじゃないですか活躍するの楽しみだなえちょっとさみんなはさ最初からさ例えばさなんだベースとかドラムとかやってたわけそれがですね本は番号入るまでシンセンマジでほとんど触ったことないぐらいの本ベルでそう

とかぐらいしかなくってギターももうねほぼほぼね触ったことないぐらいだったのもとベースたんだよねこのいつかねあのミュチとあれツインベースやってほしいねあやってみたいですねいいですね低音低音低音ねミュチはミュチはんんミュチはね一番最初にね触った楽器は多分オルガンですねオルガンうん オルガン幼稚園の頃に習ってた<ー>オルガン教室そのままピアノをやって、うん、あの先生怖くて泣いてやめた <laughs> そ<う>ピアノやってたってことはやっぱ音階いいんだなであんま上手じゃなくて怒られてた<ー> <laughs> 練習したくなくてなんかそのくく家にピアノを買ってもらってあのてかあの電子ピアノみたいな,、うん、そんなちゃんとしたやつじゃないけど音楽 でね、練習できるように買ってもらったけど、うんうん、それがね、和室に置いたって、私その和室がすごい苦手で、ね、行きたくなくて、うん、和室に行くくらいの練習しないみたいな感じになって、<laughs> っうね、そう、そっからね、遠のいっちゃってね、練習してこないから弾けないじゃん。ね、そ,れそれでね、怒られてね、泣いてやめた。<laughs> <laughs> <laughs> その後なん、何やったかなあの、あれだね、あの、 アルトサックス弾いてましたね、うん。実はポンもトランペット前やってた。うん そう、吹奏楽系の。あとね、応募もやったことある。へぇー。あ、でも待って、なんかでもミ内が木管っていうのめっちゃわかる。木管楽器よね。あの、ポンがトランペットもめっちゃわかる。金管楽器。マジめっちゃ気持ちわかる。気持ちわかるじゃない気持ち分かっても気持ち分かる。キャラ的にハマってる。キャラ的にハマってる。でもトランペット超下手だったんあ、そう超下手。いやもうね、私のサックスはその、噛まなきゃいけないじゃん。あの、難しいじゃん、その、木の板みたいなやつ。そうそうそう。 それがね難しくってね口の中大荒れしまくりながらね <laughs> あの弾いてましたよ辛そうだったんだええ、うん、私も行ったらその吹奏楽部をしばらくやってた小学校の時と高校の時に、うん、中学、うん、あの演劇部だったんだけど、うん、小学校高校でやってた時両方ともパーカッションだったの、ね、あ私あ<れ>グロッケンやってたええー、そう 何が一番大きいのあの、金鉄筋鉄筋が、鉄筋だね。そう、木筋が、オ覚えうん、待って、オ覚えはね、あの、木管。木管そう、あの、まあ、いた服がきれいああ、うん。ちょっと、あんま分かってないけど、そんな、そんな気がするわ。鉄筋ばっかンそう、鉄筋ばっかンあの、で打撃で音を、打撃で音をキン ってなるっていうのがグロッケンで <laughs> まあでも私も結構その鍵盤系をパーカッションの時にやっててうん、うん、あの本当マリンバとかマリンバもう死ぬほどお金がマリンバってなっあのでっかいやつそうでっかいやつあの曲によってあの突っ込んで終わるやつる待ってそんなのあったっけ突っ込んで終わるやつあの頭からさその マクをそう突き破って終わる。それないそれないそれ。あティンパニーか。ティンパニーだったティ,ティンパニーだったそれ。曲によってド <laughs> ンドン。突き破る。ドンドンドン,ンっていうのがティンパニーだね。ああ。 あれか、あれだね。あ、そう有名やね、ん頭突っ込んで終わるや。基本ね、基本、基本、あの頭突っ込まない。え、昔さ、みんなさ、今みーちゃんがさ、バンド、かまってちゃんやってるじゃん。新生かまってちゃん。みい、ゆうちはさ。ゆううち、昔バンドやってた。やってた、やってた。ここだけ、ばん、ここだけでバンド名を。あ、バンド名。バンド名、別にね、言っても、な。問題もないと思うけど、わかんない。 うん、なんかねえっと地元でやってたんだけど軽、うん、音楽部でないでその組んだバンドが COC っていう,、ねうんうん、バンドでね<ー>そうそれ以外にも何個か多分組んでたけどねあんまり思い出せないへ。COC は, CO は普通にあの、うん、ローマ字で COC なんだけど学校の。 の教室に一個ずつこう番号が振ってあって教室番号みたいなそれで私たちその軽音楽部もともとなかったから部室っていうのがなくて、うん、あの放送室みたいなもう使われてないところをああの改造してそこを部室にしてたのね<ー>そこの部屋番号は404だったの<ー>怖いじゃんなるほどね怖いんだけどこれなんかしようぜってなってそれを404を文字って COC 読み方で<ー>そう そうななんですよんか物語が始まりそうな話そうなんか結構いろんなこなんかちょっと青春感青春だったポンの話もしていいいいよいいよミュージのやつ聞いてねもう真逆みたいな感じのバンド名なんだけどポンが初めて組んだバンドの名前はやばいでやばいでしょどうした 女の子だった全員女の子を3人で、うん、バーミヤンで超考えたの「うん、何がいいかな? <laughs>」そうピカチュウズ」ピカチュウ入ってちゃまずいかな?」みたいなさ「1 <laughs> 週間だ1 <laughs> 一週間だその脳みその中を見たいな」<laughs> そう不謹慎ビートっていうのに最終的になって。うんうん 初めて作ったその不謹慎ビートでね、うん、作った曲のタイトルは、安木コーヒーっていうタイトルでしたね。<laughs> <に><や>安木コーヒー。安木コーヒーでもめっちゃいい曲。あめっちゃいい曲な,んなんだめっちゃいい曲なの。そうなんだ。そう。やっぱね、うん、その頃からポン、曲作る際のあったんじゃないかな。あなるほど、なるほど。<laughs> 調子に乗ってるか なるほどね。そのうちさ、スリーピースでさ、そのヤスコーヒーやろうよ。あいいよ、いいよ。い大丈夫かと思っちょっとメンバーに怒られ大丈夫大丈夫。ちょっとキシのメンバーに許可取っとくわ。あ、略しがたがキシなの。あの全部ゆずに丸投げしてあのタブフ作ってもらう。いいいいっすよ。そうだから最初楽器始めた人はやっぱスコアをね見ながら練習したりとかもね、多分あると思うけどね、バンスコアとかもね出たらやってほしいけど。ねそれ本当に思うね。ね。 本当に思うねただねバンドン曲割と難しい難難ししいいからまあまあでもね「ショコララブ」とかはねもしかしたら結構コピーしやすいんじゃないかなね好きなねバンドのコピーとかさやっぱやってたじゃないやってた一番最初にやったの私はあのダンさんの「ワンナイトカーニング」。 めっちゃいいね。あ、私ね、岸田さんやりたくてね、バンドのメンバーずっとくどいてたのにね、ダメだ。叶わなかった。あら。趣味が合わなかったんでその時。と、まあミスチルさんのあのえっとトモローネバーノーズ。うんいいですね。でしたね。いいね。 みち覚えてるなに私ね一番最初そのベースを始めたきっかけがさきっかけがきっかけっていうかもともとやる予定だった人があまりにも上達しないがためにちょっとやってみてくんないみたいな先にこのフレーズのとこ弾けるようになった方と出るって言われて私持ったことないのに親指で弦押さえてたからがかんなそれで やってたらなんか追い越しちゃってそれの曲がロードオブメジャーさんのん確かね心得か僕らだけの歌だったんだよね<ー>そうそのバンドではねあのサムフォーティアンとかやってたよ<ー> <laughs> そうなんだよサムフォーティアンヘルソングとかやってたよ <laughs> かポンちゃんはコピーとかやってたことあるバリバリやってたオリジナル作る前ねコピーばっかやってたて今弾き語りとかでもね時々そうそうそうあんねバンドを2個組んでて1個は23個年上の姉さんたちと組んでたバンドで超いびられてたんだけどその当時ポンはそっちの方だと結構しまみれ とか、そうあとはあのねシーナリンゴさんのとかねそうスリーピースだったんだけど無理やりシーナリンゴさんをやってみたいなとかそっち系で不謹慎の方だと不謹慎の方だとって不謹慎の方だとやっぱガールズスリーピースバンドだったからそっちも えっとね、557188とか。<ー>やってた,ってたそう、<も>チャットモンチとか。

このオールナイトニッポンモバイル何度も今回もそろそろお別れの時間です悲しいけどここでバンドじゃないもんからの大切なお知らせですはい今週の水曜8月24日にサイメジャーセカンドシングル夏のオーバイブスをリリースしましたみんなの手元に届いたんだねやっとやっとだよ 絶賛今リリーベ中なので詳しい情報は「バンドじゃないもん」っしゃるホームページをチェックしてください、うん、はいそしてリスナーの皆さんこの番組にメッセージをどん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 送ってください私たちへの質問番組の感想そして悩み相談など何でも OK ですはいメールアドレスはたくさんのメッセージ 待ってまーすそしてこの番組は毎週金曜日に配信されるので必ずチェックしてくれよなー、はあ、あっという間に今回の放送も終わっちゃいますが。 どうでしたかなんかあの懐かしい気持ちを思い出すたねコピーをねそうコピーしてねあの三人とかスタジオ入りたいやりたいねずっと言ってるよねやりたい勝手にやろう勝手にやろう楽器への愛はね多分ね死ぬまで消えないと思うんですねそうですよ音楽最高ですよねみんなで一緒にやった音楽とかの思い出も多分消えないと思うのでねちょっとねみんなもぜひ楽器一緒にやっちゃえばいいんじゃないの？やっちゃおうよやっちゃえばいいんじゃないな最高ですよ最高ですよというわけで 今週はこの辺でお別れです。バーモンリーダー、ピンクロドラ娘、ミサコこと鈴木美佐子と。コットンイエローのシンセ担当、ゆずぽんこと天夏ゆずと。メルヘングリーンのベース担当と、ミュージーコと望月みえでした。それでは、また来週、タイバー。うん、うん。あのさ、うそうそう、うちらさ。あのー、コットンラビッツのさ、ユニットの二人組はさ、歌ったけどさ。うん。うん、ミュージ、あの曲。 全然聞いてないよねそうだよねアカペラでこっちをやったんだミチ一人だからさそんな関係ないからそんな関係ねえよそんな関係ねえそんな関係ねえやだおさるさんチームそんな関係ねえ裏のユニット名やめてよじゃあ今週はそのミウチのミウチタブリのアイスクリームになりたいのでアカペラバージョンで お別れといきますか行<マジ> <laughs> っちゃいましょうああ待って待って待って聞いてくださいああ餅月みゆで <laughs> アイスクリームになりたいのああどうしよう君のアイスクリームになりたいのアイスクリームになりたいのお風呂から上がった後のお楽しみ君のアイスクリームになりたいのアイスクリームになりたいの 夏だけじゃなくて、一年中食べて、あーはいはい <laughs> ということで、それでは、また来週 <laughs> バイバーイミー,チーが <laughs>。<laughs> <laughs>